ゴッドファーザー今日も動画でのアドバイスありがとうございますでその前に1点なんですけどもあの椎の木さんの件なんですが連絡取れましてですねあの今やりとりさせていただいてますんで、えー、また動きありましたらですね、えー、ご連絡差し上げますんでよろしくお願いしますありがとうございますでえっ、ー、と本題の方なんですけども、えー、商品を作って、えー、自分の商品を作って売っていくっていうことなんですけれども、えー、これ僕に 落ととし込むとその自分の僕の経験をですね、えーまあ、売っていく商品としたら売っていくっていうことになるのかなっていうふうに思いましたで、まあ、具体的にはですね、えー、今やってる具体的なものですと株のですね、えー、僕の失敗談ですとか、えー、その今までの,その知識、まあ、基礎知識とかですねそういったものをまとめた動画を作ったりとかしてですね、まあ、そういっったことによって えー、そういうのを知りたいっていう方に届けることによって、えーまあ、やってみなくちゃわからないっていうその動画のタイトルにもあったですね、えー、やってみなくちゃわからないっていうことを回避できるのかなっていうことでしょうかね、まあ、それでまああの、えー、商売をしていくっていうふうに考えたんですけども、えーまあ、これちょっと的外れでしたらですね、えー、またご指摘いただきたいんですけれども、えーまあ、そういうふうに感じました。はい であとですね僕のその呼び名というかあだ名の件なんですけども、うん、あだ名というかまあ源氏名というかですねそれなんですけども、えー、と自分でちょっと考えてみたいなともも思ってるんですがなかなかもうセンスもないものでですねあの前のチャンネル名みたいなことになってしまうとまた変えなきゃいけないなのでてことにな,なりかねないんで、えーまあ、ちょっとあのアドバイスもいただきながらですね、えー、進めていきたいなと思っております。はい あ,そうあと先ほどあの動画見させていただきましたえっ、ー、と何でしたっけ依存の反対語と聞かれたらっていうことですよねあのすごくこすごいこれはと思いましたあの心に響きましたねはい、えー、まずその給料の反対語はっていうことで僕はですねあの出費というふうに思ったんですね出費じゃないかと思ったんですけど、まあ、税金ということですね、えー これまた深いなと思ったんですけども、その後のやっぱりこの依存の反対語っていうのがですね、わ、えー、からなかったですね。僕はあの独立とか独り立,立ちとかそういうことかなと思ったんですけど、なんと包容力ということでですね、えー、なるほどなと思い思いつかなかったですねそこまでは。やっぱりね浅はがですねまだまだはいと思いました。で私もですねあの例に漏れず。 あの依存させていただいてますんでよろしくお願いいたします <laughs> ということであの名前の方もですねちょっとあの考えていきますがあのアドバイスもいただければと思いますんでよろしくお願いいたしますはいでここからちょっと余談なんですけれどもえと僕もですね今日運動会だったんですねあの僕,僕もって僕がじゃないですよ僕がじゃなくてですねうちの5年生の子供なんですけど男の子なんですけどもえーソーラン節っていうのを5年生全員でやってたんですねでその中で 4人だけですね、あのー、こう大きい旗、すごい大きい旗をこう振るこう役割があるんですね、4人。そのうちの1人に選ばれてまして、やってましたね。で、やっぱり成長したなっていうか、もう力強いというかですね、成長したなと思って、えー、おりました、はい。なので、ゴッドファーザーのお気持ちもよく分かれるつもりでございます、はい。やっぱりこうね、すごく目立つようになったなとか、力強くなったなって、まあ、 すごい、一番目立ってるんですよね。あのー、その会場の中で。会場皇帝ですけど。すごいなと思いました。まあ、これはあの、僕の目で見てるからでしょうかね。これは、親バカでしょうか。親バカなんですかね。はい。ということで、お後がよろしいようで、えー、また動画の方をお送りしますんで、よろしくお願いいたします。ゴッドファーザー、ありがとうございました。